はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、これから J クラを強くなりたい人、えー、方、必見ということで、何をどうすればいいのか徹底解説やっていきたいと思います。さあ、ということでね、1限目に続きまして、2限目。今回はですね、GP と BP とイベントについてということでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、この J クラの基礎になる、まあ、スタミナ的なものですよね。GP と BP という種類がありまして、 で、あとは、まあ、これとイベントの関連性についてというところで、はい、お話をしていきたいんですが、まあ、普段で、ね、何に使えばいいのかというところが、まあ、結構難しい中で、はい、まあ、どういったところでね、まあ、しっかりと、まあ、その GP、BP というのを使っていけばいいのかというところからね、えー、解説をね、していきたいなと思います。 でね、一言目とか、まあ結構大事なことをね、えー、発言ってか、発言というか動画にさせていただいたので、まあぜひね、そういったところもね、えー、見ながら、えー、ぜひね、しっかりと、まあ J クラ強者の道をね、えー、皆さん、初心者の皆さんね、歩んでいってほしいなということで、はい、今回はね、こちらに絞ってお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、ま早速中身に入っていきたいんですが、まずはですね、この GP と BP ってそもそも何なのというところからね、しっかりとね、解説をしていきたいと思います。 じゃ、まず GP とはというところでね、見ていただきましょう。こちらです。はい、この GP とはというところで、イベントやこれチャレンジマッチを進む際に、きえー、必要となる基本となるポイントね。はい。で、バモや回復薬で回復することができます。はい。で、バモだったら5バモで、ええー、まあ、スタミナ最低100かな。 100に上限が満たない人でも100は回復します。はい。で、上限がまあ100以上とかで、ユーザーレベルとかが上がってきて解放されるとその分まるまる満タン回復するって形ですね。で、回復薬もミニだったら50、GP 回復薬普通のやつだったら50 100ですね。はい、回復できるので、というところで回復することができます。で、またですね、時間経過でもね、自然回復もしますので、しっかりとね、この自然回復時間を活かすべくね、 ま、満タンになるべくならないように。ま、あどうしてもね、あの、朝起きたてとか仕方ないと思うんですけど、なるべくね、日中満タンにならないように、えー、自然回復しっかりとで使えるように、えー、消費していきましょう。で、レベルアップすればね、上限値が増えていきます。おそらく確か100、どんぐらいやったかな ?100 超えたらやっけ ?100 でちょうど100なんかな ?GP 上限。うん。なんかそんなぐらいの感じがしましたけど、確かね。はい。 ということで、まあ、ユーザーレベルもね、しっかりと、まあ、あの、一言で言いましたけど、あの、イベントをやり込むというのは大事って言ったんですけど、ここにもね、一つね、大事なところがあるんですよね。イベントをしっかりやっていくと、ユーザー経験値っていうのがもらえますので、そのユーザー経験値を貯めていくと、ユーザーレベルがどんどん上がっていく。で、レベルアップしたときは、全回復するので、その回復もね、結構大きかったりするので、えー、こういうところはですね、しっかりとイベントやっていけば、上限値は、どん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 伸びていくということで、まあ、あのー、ね、一言目で話した通り、まあ、イベントをしっかりやり込むと、こういうところもね、まあ、有利になっていくよって話ですよね。はい。 で、やっぱりね、あの、長くやっていけばやっていくほど、この、G、ユーザーレベル、まあ、GP の上限値というのは上がっていくので、まあ、ここにね、なるべく、まあ、今始めたての人もね、追いつくべくね、しっかりと、えー、頑張ってほしいなと思いますね。はい。ということで、GP とはまずね、基本的な、まあ、大事なところですね。イベントとか、まあ、チャレンジマッチというところを進む際に必要になるポイント。まあ、これはすごくね、大事なポイントなので、しっかりと押さえておいてください。 じゃあ続きまして、えー、BP というものが、ね、ありますので、これは何なのかというところを、ね、解説していきましょう。こちらです。はい、ここはですね、11マッチ。まあ、これはですね、あのー、自分で1人だけ選手を出して、計11人のユーザーでね、あのーまあ、なんていうかな、選手を出し合って戦うみたいな、うんで、コインがもらえたりするんですよね。そういったモードがあるので、それに使ったりとか、あとフレンドマッチね、フレンド,レンドリーマッチね。はい で、えー、オンライン対戦をすると、えー、消費したりとかしますね。ということで、まあ基本的に試合をしたりとか、まあするときに必要なポイントって覚えておいたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、あとね、これ、ラインべでね、あの、ものによっては使用することがあります。まあまたイベント解説とかでね、ちょこちょこイベントの名前とか聞いたりとか、まあ実際に来たときにまた解説とかやっていくんですけど、まあトロフィーランブルだったりとか、エンブレムゲッターだったりとか、集まれサポーターだったりとか、 まあ逆に今開催されているマスメディアはね、使わないんだよね、BP ね。まあ、使わないイベントもあります、当然ね。はい。とかね、まあそういったところですね。はい。あとはパネルストライカーというものもあるんですけど、それもね、使わないですね。はい。だからまあ使うものにはしっかりと使っていく。特にまあトロフィーランブルとかはしっかりと使っていかないといけないので、まあそこに結構イベント消費が、この BP が必要になってくるってことですね。はい。で、上限はですね、GP と違って5ポイントで固定です。で、これ自然回復が30分回復なんで、結構溜まりやすいっちゃ溜まりやすいですね。はい。 だからまレブンマッチとかで普段消費しつつ、まあ友達とかと対戦するときにね、フレンドリーマッチ使ったりとか、で、えー、まあ消費していくっていうポイントになります。はい。で、ブンマッチもね、またどっかで、まあ詳しくまたね、お話しする機会があると思うんですけど、毎週500コインぐらい貯めれるとね、まあボーナス時間帯というのが8時から1時間と、11時から1時間と、14時から1時間と、17時から1時間と、20時から1時間と、23時から1時間というね、 はい。この6時間計あるんですよ。1日ね。まあ、この時に BP を、まあ、エルブマッチとかで使っていくみたいな感覚でいいんですかね。では、まあ、イベントで使うイベントが来てた時は、そっちに使っていくみたいな感じで、はい。えー、押さえておいていただければなと思います。 はい。ということで、まあ、大まかにね、まあ、GP と BP とはこういうもんですよと。まあ、それぞれのね、まあ、ところで使うポイントですよと。で、これが、まあ、J クラをね、まあ、プレイしていく中で、まあ、基礎になっていくところなんですが、まあ、BP のところでちょっとお話ししましたけどね、まあ、イベントに、まあ、使うというところをね、まずしっかりと押さえておいていただいて、まあ、当然 GP もね、イベントに使うので、まあ、共通点はここかなと思いますね。はい。 だからまあイベントによってはどっちも使うイベントがあるのでそういう時は結構しっかりと消費をお互いするっていうね感じになっていきますので、えー、まずしっかりとねこの2つのポイント、えー、基礎になるところなので押さえておいてくださいじゃあ続きましてですねまあ GP にまたちょっと話戻るんですけどじゃあ GP はねどう使うべきなのかというところのお話をもうちょっと掘り下げていきたいと思いますではこちらです はい、これはですね、基本的には、ま、その時に行われているイベントで使用することを優先で考えていいんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、まあ、イベント内容や進行具合とかによっては、イベントだけではなく、えー、チャレンジマッチをした方がいい場合っていうのもあるんですけど、今このチャレンジマッチというのが、すべて開放されてる状態じゃないんですよ。もう本当に5エリアぐらいしか出てない。本当は22エリアぐらいあるんですけど、これはね、なんで解放されてないかっていうと、あのー、今、スターターというカードが出てると思うんですよ。 ただ、これね、あの、レギュラーカードというものがね、出てこないと、各クラブの対戦相手とかにそのレギュラーカードというね、あの、カードが使われるので、現状今エリアが出せない状態なんですね。で、このレギュラーカードっていうのはおそらく4月30日から追加されるので、早くても4月30日にならないと、チャレンジマッチが完全復活しないので、今んところチャレンジマッチをね、そのイベントより優先して回るっていうのはね、もう基本的には考えなくていいです。はい。これはもう解放してから、まあちょっとまたここも試行とかの話をね、 まあ、いずれちょっとまあ、初級編、まあ、中級編ぐらいになりますかね、話としては。まあ、なんか来る時が来たらね、しっかりとこういった動画の、まあ、類で話していきたいと思いますので、まあ、またね、その時に、はい、詳しくお話ししたいと思いますが、今はね、まあ、イベントで、まあ、とりあえず使うと、はい、思っておいてください。まあ、今だったらマスメディアというイベントがあってると思うので、まあ、おすすめはね、まあ、マスメディア、まあ、更新動画とかで解説したんですけど、まあ、大体イベント解説とか見てもらったらわかるんですけど、まあ、15エリアのね、あの、周到数とかかな、 稼ぐところに、ボーナスクラブをつけて、周回するっていうのが今のね、イベントの、まあ、ライブ走らないにしても立ち回り方のベストかなという感じなので、まあ、よかったらね、それをやってみてください。まあ、僕と、僕もよく配信とかでやってるんで、まあ、真似していただいたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、まあ、現状はね、まあ、ちょっとイレギュラーな今環境なので、まあ、一般的にはね、まあ、イベントか、まあ、チャレンジマッチ。まあ、基本的にはイベント優先でいいと思います。で、まあ、その、 一元の時にも言ったんですけど、イベント集会をしてアイテムを取っていくっていう話をしたんですけど、ものによってはね、そんなにやり込まなくていいイベントとかもあったりするんで、そういう時のみですね、チャレンジマッチ回った方がいいんじゃないかなという話が、まあ、ちょっと出てくるぐらいと思ってください。基本的にはイベントで使うと、はい、思っておいてください。 はい。ということで、まあ GP はね、基本的にイベントで使うというお話をしたんですが、まあ今一度ね、ちょっと一言でも触れたんですけど、じゃあなんでイベントに使うのかというところ、メリット点をね、ちょっと今一度おさらいしておきたいと思います。ではこちらです。はい。ということで、イベントを行うメリットなんですが、これイベントでね、累計報酬をゲットすることでカードやアイテムをゲットします。まずこれ一つね、大事なところ。 で、イベントによってはこれね、あの、異次元でも言ったんですけど、累計報酬だけじゃなく、ドロップ報酬を狙いたい場合がどうしてもあるんですよね。で、これは、まあ、いわゆるオーバーランというやつなんですけど、何、なんでなのかというと、 イベントによってはですね、別に累計報酬だけではなく、例えば試合こなしてその後の報酬とか、なんか特定の条件を満たしたら報酬がもらえたりとか、まあドロップ報酬って言われる,言われるやつがあるんですね。箱からドロップしたりとかいろいろあるんですけど、まあそういったアイテムを求めて、まあ余分に周回する必要があるイベントというか推奨したイベントがあるわけですよ。だからそういったイベントが来たときは累計報酬だけではなく、オーバーランというものをして、その追加で報酬を狙いに行くっていうね、立ち回りもね、まあ必要なんですよね。はい。 ということで、まあ、基本的に共通すると,はところは、まずは累計報酬をしっかり取るということね。これはね、すごく大事です。はい。これをやると、やるのとやらないのじゃ、全然違ってきます。はい。これ何が違ってくるかというと、例えば、毎月開催されるイベントがあるとするじゃないですか、固定でね。例えば、そのイベントに対して、累計報酬を、じゃあ60%取りましたという人と、いや、僕は100%取りましたっていう人がいたら、当然この40%の差が生まれてくるわけですよ。 で当然この間に何のアイテムが入ってるかとかもすごく大事なんですけど基本的には結構いいアイテムが入っていたりとかすると毎月この 40%40%40%40%40% 40%, 40, 40, 40, 40, 40っでずっとこの差がつき続けるんですよね。ということはこれ1年とか2年とかになってくると相当な差になるんですよここやるやらないでだからしっかりとイベントをやっていくというのは大事なんですね。はい だからまあ報酬って基本的に上に行けば行くほど大体美味しいものが眠ってるので途中でやめるのとその上の部分取らないのは全然変わってくるんでね。で、またそのイベントによってとかね、まあこの後ちょっともうちょっと掘り下げてお話をしていくんですけど、まあ実際にもうちょっとね、まあそうですね、細かい話とかをしていく前に、うん、まあそうですね、うーん、ちょっと話の内容飛びましたね。<laughs> 今何言おうとしたんだっけないわまあまあいいでしょうまあとりあえずまあイベントしっかりやってくださいって話ですね累計はああそうそうイベントはねまあやってくださいって話とあのー、まあ例えばその J クラってイベントが例えば短期であまあ例えばライベみたいに1週間あったりとか短期弁みたいに3日間で終わったりとかっていういろんなイベントが来るんですよでその初心者の人って結局そのイベントが何なのかっていうのはいまいちピンと来てないと思うんですよ当然ね初めて見るものもあると思うんしね というときは、まあ、僕自身がですね、まあ、この動画のくくりではないんですけど、普通にね、あの、更新したときに解説、更新動画で解説してたりとか結構するので、まあ、もしくはそのイベント解説動画とか過去動画を漁っていただくと、まあ、少なからずとも、どのイベントも多分一回は絶対どっかで解説してると思うんで、ただま、僕結構動画上げるんで、あの、いろいろ漁るの大変だと思うので、再生リストがあるんですよね。イベント解説、再生リスト多分あるんですよ。イベントの解説してる用のね。 そことかを見ていただいて、まあその、例えば、このイベント来たな、ちょっとわかんないな、じゃあ調べてみようかなとかで活用していただければわかると思うんでね。そこはちょっとね。 えー、このね、話を聞いていただいてる皆さんにお願いなんですけど、自分でちょっと探っていただきたいなと。で、もしくは、そのすぐ来た時すぐでよければ、僕自身すぐね、あの解説動画とか出したりとか、まあ更新チェックの中で一緒に解説したりとかするんですけど、まあそういうのをぜひね、見ていただければ、まあ,ある程度わかるんじゃないかなと思いますので、まあどういった、まあイベントに対して、例えばこれはオーバーランスすべきなのかとか、いや、これは最低限累計やればいいのかというところの判断はね、そうやってつけていただければなと思いますね。はい。 だからまあ考え方としてはイベントは基本的にオーバーランして得があるものはやっていくと。でえ得がないものはむしろやりすぎないっていうのもね結構このメリハリをつけるっていうのもまあ大事ですので、まあ、しっかりと押さえておいてください。でこれが結構 J クラの1言でも言ったんですけどあの軸になるところ。結構この僕のやり方の推奨になる軸になるところなんでしっかりと押さえておいてほしいなと思いますね。はい ではですね、ちょっと一元では掘り下げなかったんですけれども、じゃあ実際どういったイベントがおすすめなのと、やり込むイベントってどういうイベントがいいのというところの解説をやっていきたいんですけど、じゃあその一覧をね、ちょっと見ていただきたいなと思います。ではこちらです。はい、ここね、いろいろね、書いてますが、まずね、LINE イベントのね、3種をちょっと見ていきたいんですけど、エンブレムゲッター、パネルストライカー、ランキングマスメディア。これはね、結構ね、まあやり込み推奨なんですよね、僕の中でね。うん。 今ちょうど来てますね。ランキングマスメディア。これはね、なんで美味しいかというとですね、今コインというものがもらえるんですよ。で、銅箱とかでも30コイン、20コインの可能性があるんですよ。で、このコインも話もね、ちょっとね、また別件とかでやろうかなと思うんで、まあちょっと詳しくはお話ししないんですけど、簡単に言うとですね、このコインっていうのは回復薬に交換できるんですよ。で、さっきね、あの出ましたね。GP 回復薬。これに変えてイベントをね、そのね、や,るやり込んでいくっていう中のサイクルの一つに、このコイン、コインの 交換の回復薬というのも入ってるわけですよだから、今回のマスメディアっていうのは、そのさっき言った通り、15の、15商品のエリアで、ボーナスチャンスをつけて、集会をすることによって、その箱がある程度落ちるんですよね。その箱からコインとか、まあさっきね、あの、いろいろ出したガチャ券とか、強化素材とか、まあいろいろそういったのを取っていくんですけど、それと、プラスでそのコインが落ちるので、そのコインを回復薬に当てることで、またさらに集会をしていくというね。 このサイクルがすごく大事なので、基本的にね、ランキングイベントというのはね、コインが絡みやすいんですよ。だから、そのこなしていく中で、そのアイテム取りつつ、コインも取りつつ、コインは回復役に変えて、またその回復役でぐーっと回っていくみたいな感じと思ってください。で、特にまあドロップが美味しいのは、エンブレムゲッター、マスメディアというところね。で、パネルストライカーはね、ちょっとまたね、半年に一回ぐらいしかないので、まあ来た時に説明でいいと思うんですけど、初心者の人はね、ちょっと苦労しやすいんだよね。なんでかというと、対戦相手に勝たないといけないんだよ。 で、この、勝つというのは結構やっぱり大変だと思うので、まあ一応いいイベントであるんですけど、また来た時にこれはね、また多分、多分まあ6月とか7月ぐらいにならないと来ないので、まあ一旦覚えておかなくてもいいんですけど、とりあえずね、LINE 部で覚えておいてほしいのは、エンブレムゲッターとランキングマスメディア、この2つ。で、一応ね、あとトロフィーランブルというのがあるんですけど、それもね、一応おすすめっちゃおす,すめなんですけど、ただね、まあこれはね、特攻というものによって結構消費が変わってくるので、その人、その人その人によってちょっと変わってくるんだよね。 特効値が高かったら結構面白いんですけどね。うん。というところがちょっと影響するんですが、基本的にこの特効というのは結構やっぱりガチャ回したりとかする人が有利なものになるので、初心者の人はなかなかちょっと厳しいとこあるんでね。まあそれに影響されないエンブレムゲッターとかランキングマスメディアは特におすすめかなというところでね。まずしっかりと押さえておいてほしいなと思いますね。はい。でですね、この赤字で書いてるこの2つがね、僕の中でやっぱりね、大事なんですよ。で、これは初心者の人向けでもあるんですよ。ということで、 アディショナルチャレンジとビクトリーロードというね、この二つ。うん。これはね、もう絶対今日覚えて帰ってほしい。うん。このイベント二つは忘れないでほしい。本当に。っていうぐらい大事なイベントです。中でもビクトリーロードというものが一番大事です。はい。このやり方を推奨する中でね。うん。で、アディショナルチャレンジってじゃあ何なのというところなんですけど、まあこれも来た時にまたね、解説動画とか見ていただければね、ざっくりわかると思うんですけど、 このアディショナルチャレンジというやつはですね、さっきね、途中で話出てきましたけど、チャレンジマッチというモードがあるんですよ。で、それを経由しながら、ずっと周回しながら、ええー、まあ対戦相手、スペシャルチームというのが出てくるんですけど、それを出して、そのチームに勝って、アイテムをね、ゲットしていくというものがあるんですけど、そのアイテムをゲットする中に、さっき名前、えー、いろいろ紹介した、強化素材とか、えー、ガチャ券とかがいろいろ入ってくるんですよ。で、これお気に入りクラブガチャ券とかも入ってくるので、これをね、しっかりと周回すればね、結構ね、美味しいんですよ。ただね、 一つだけ欠点がありまして、平日の3日間なんですよ。うん。だからね、平日とかに結構頑張らないといけないイベントなんで、そこがちょっときついんですけど、めちゃくちゃイベントとしては美味しいんですよ。うん。で、ビクトリーロードはね、ちょっとあと詳しくお話しするんですけど、このアディショナルチャレンジっていうのは、さっき言った通り、チャレンジマッチの周回の価値とかもちょっと理解しないと、本当は良さっていうのはわからないんですけど、チャレンジマッチってそもそも、さっき言った通り、エリアがまだ解放されてないんですよ。で、チーム、エリアが全部解放されたら、 上のね、7つぐらいのエリアは、クラブチームとの対戦になるんですよ。で、そこで、まあ、なんで、まあ、それを経由したらうまいかっていうと、まずね、ユーザー経験値がおいしいっていうのが一つあって、それでユーザー経験値が結構もらえるので、で、レベルが上がりやすいっていうのは一つね。まあ、初心者の人はやっぱレベル上げたいからね、ユーザーレベルで、ね。で、これも上がりやすいっていうのは一つと、あと、そのクラブのチャレンジマッチの場所を回ることによって、そのクラブの グロ,ーえー、グローリーカードっていうのがあるんですよね。レギュラーカードとかの試合で使うカードの他にね、まあ、センス付与とかキラ付与とかのね、まあ、役割があるカードがあるんですけど、それを、えーまあ、特定のクラブで回ることによって、そこのグレード39未満以下の選手のグローリーっていうのを周回して集めるんですよね。で、それするとどうなるかっていうと、1元とかで言ったお気に入りクラブ券を引いきしてくださいって話をしたと思うんですよ、固定してね。 だそこも、まあ、プラスで合わさってて、そのセンスっていうのはね、話をしたと思うんですよね。強くする中でセンスをつけたりとかしないといけないよって話をしたと思うんですけど、このセンスを、まあ、言ったらグローリーカードって付与できるので、同じ選手のグローリーカードを落とすことによって、センスの源泉というのが行えるんですよね。うん、だこれはすごく大事で、これをやりながらイベントをこなして、しかもそのイベントのこなし先の宝箱とかで、強化素材とかアイテムとかを取れるっていうね、一石二鳥みたいなイベントなんですよね。 だからこれすごくお勧めするんですけど、これはまた来た時に、まあ、詳しくアディショナルチャレンジに関しては、はい、まあお伝えしたいなと思うので、まあもし来た時の更新日のね、僕の更新チェック動画とか、もしくはまあ解説した動画がね、もうすでに、まああの過去の動画でよければ上がってるので、まあ気になる方はどういったところがいいのかというね、解説してるものがあるので、ぜひね、ご覧になってみてください。で、今日はですね、やっぱね、一番覚えて帰ってほしいのは、アディショナルチャレンジもそうなんですけど、ビクトリーロードというものなんだよね。これがね、すごくね、 軸になるんですよ。今回のそのイベントをしっかりやり込むっていうサイクルのすごく大事なところのイベントになります。はい。じゃあこのビクトリーロードについてもうちょっとお話をしていく中で、まあ結構その言った通り軸になるって話をしたんですけど、立ち回り方もね、ちょっとね、話しておきたいなと思うんですよね。ではこちらですね。はい。ということで GK おすすめの立ち回り方ね。まあこれは今回のその強くなる、まあなんていうかな。 そのサイクルの軸になるところって話をしたんですけど、このビクトリーロードってそもそも何なのかというところをまず最初にお話をしないといけないと思うんですけど、普通のイベントっていうのは、例えばバモであっても回復薬であっても GP というのを消費しながら進むので、基本的には消耗が強く、あの、多くなるんですよね。回れば回るほど。はい。ただですね、このビクトリーロードだけにある特徴というのがありまして、このビクトリーロードというものはどういうものかというと、 あの、まあ、ハード、ノーマル、イージーというね、3つのステージがあって、で、その、まあ、集会イベントになるんですけど、その、特別なね、対戦相手をずっと倒していって集会をして、集会しながら累計報酬を取っていくのと、あとその集会するときにもらえるチケットがあるんですよね。で、そのチケットがあって、で、そのチケットを使えば引けるアイテムボックスみたいなのがあって、 で、それをそのチケットを引きながらアイテムボックスからもアイテムを回収していくという流れがあるんですけど、この大事なところはですね、このアイテムボックスの中に回復薬が入ってるんですよ。だから、まあ、ビクトリーロードって、その、やりながら回復薬も回収できるということは、これどういうことかというと、 まあ、イメージとして、バモっていうものがまずね、課金アイテムであるんですよ。で、これをイベントに使ってくださいっていう話をしたと思うんですけど、このビクトリーロードを経由して、このバモを回復薬に変えていく作業をしながら、特定のアイテムを取っていくっていう流れがあるんですけど、これをずっとその、まあ、言ったら回転してるみたいなもんだよね。バモを使って回復薬を取っていく。これ、まあ、GP 回復薬も BP 回復薬も取れるので、ここで回復薬にバモをずっとこうやって変えていく作業がまずあるんだよね。 でその変えていく段階でもうちょっと美味しいところがあるんですけどそこはまあビクトリーロードのねまた来た時に解説すればいいんですけど基本的な流れとしてはこのバモを使いながらビクトリーロードをずっと消化していきながらこのバモで消化した時に手に入るチケットを使ってでそのチケットを使ってアイテムボックスを回収してで回復薬に変えていくみたいな感じですだから結局バモで消費した分回復薬になって帰ってきてるみたいなまるまる帰ってくるわけじゃないんですけどある程度は帰ってくるみたいなイメージでいいと思うんですけどだからこのビクトリーロードしっかりやってまずバモを回復薬に落とし 込むとまあ変え,変えていくと。で、変えた回復薬とか、まあそのもともと持ってるバモとか、他のね、余った分とかを使って、さっきね、おすすめしたあの、オーバーランス推奨のイベントとかをずーっとやり込んでいくと。このサイクルがうまくいくと、めちゃくちゃ効率いいんですよね。はい。ということで、だからこそ、このビクトリーロードっていうね、イベントが軸になるんですよね、この仕組みのね。はい。 だから、まあバモでバモを使ってビクトリーロードをしっかりやり込む回復薬に変える回復薬とかその余ったバモとかを使って、えー、さっきのアデ,ィチャアディショナルチャレンジだったりとかランキングイベントの、えー、オーバランス優勝のイベントをしっかりやってガチャ券とかをいっぱい落としてより多くの選手を獲得できる環境を作るでまあそのさっきね、まあその一元とかで見ましたお気に入りクラブ券とかが落ちるイベントもあるので,でそういったところでチャンスをどんどん増やしていくというのがねすごく大事なサイクルなんですよね。はい ということで、まあ、GP とイベントの関係性というのは、まあ、こういったところで、まあ、GP はそのバモでしっかりとね、を使ったの、バモはしっかりとね、イベントで使ってくださいというのは、まあ、もっと細かく言うと、バモを使って、えー、イベントをやって、で、そのアイテムを取って、自分の強さにしていく。これを土台を作るって僕は言ってるんですけど、この土台というのをしっかり作っていって、で、そのフュージョン回数とかバーって増やしていくことによって、 えー、受け入れ体制をまず作るんですよね。その選手を強くできますよと。まあ、あと本体だけ来たら強くできるんじゃねみたいな環境を作るんですよ。で、その実際にその環境ができた時にその選手たちを狙いに行って、ゲットできた選手を強くしていくみたいな。で、それで自分のチームをどん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 強くしていって、ま、あ1年ぐらいとか経てば全然ま、あ普通に戦えるチームになるよねって話なんですよね。このシステムがね。だから、ま、GP とイベントと、まあ、GP、BP 回復薬とかの、まあ、 そのこうやって効率よくビクトリーロードで変えて、ま、しっかりイベントをやり込んでいくっていうのがすごくね、ま、大事になってきますよというところで、ま、このビクトリーロードをしっかりとやるっていうのをね、今日ね、覚えて帰っていただければなというところと、ま、BP とね、あの GP の解説とかもしたので、ま、その GP と BP がどういったところに使うべきなのかというのをしっかりね、 今日は学んで帰っていただければ、まあ、この後の話もね、あのついていけるんじゃないかなと思いますので、えー、よかったらね、まあ、タイムスタンプとか売ってると思うので、ちょっとね、まあ、僕も説明がそんなにうまいわけじゃないので、あの分かりにくいところあったと思うんですけど、まあ、分からないところは質問いただいてもいいし、まあ、別にね、あのタイムスタンプとか押してる、あのちゃんと作ってるので、えー、繰り返し見ていただければわかるんじゃないかなというところで、はいまあ、大事なことになるかなと思います。 はい。ということで、まあ今日のね、えー、講義以上になるわけですが、まあ GP と BP のことについてある程度分かっていただけたんじゃないかなというところと、まあイベントについての話もね、ちょっとプラスでやったんですけど、まあどういったイベントをやり込むべきなのかというところはね、分かっていただけたんじゃないかなと思います。 で基本的にまあ J クラウをやっていく中で、やっぱりこの GP と BP というのは先に回復、のね、解説しないと、まあね、あの、他のことというのは後でね、理解すれば、まあその時その時でいいんですけど、これはね、まあやっぱり知ることが遅くなるとね、どんどん遅れていくからね。うん。まあだから今はマスメディアとイベントが合ってるので、マスメディアやって、まあまた15日からイベント更新に来るので、イベントに、その来たやつに対して、まあどうやって立ち回っていくのかというのは考えないといけないし、まあ僕自身もね、やっぱり、まあこういうね、まあくくりで話しさせていただいてるので、 まあ当然ここで話すことは結構、まあ、初心者向けの方のお話にもなると思うし、まあ、普段なんていうかなどっちかというと解説とかやってるんですけどあれはとちょっとどっちかというと結構 J クラをしっかりと見てる人とかある程度まあ理解できた人向けだったりもするので、まあ、そこはちょっと区別つけながら、えー、こっちでねもうちょっと細かく砕けるとか砕いてね、まあ、話していけたらなと思いますので、えー、よかったらねあの今後のね動画もチェックしていただければなと思いますよろしくお願いします はい。ということで、今回の2限は以上になるんですが、次ね、3弦の予定としては、うーん、どうしようかなと思ってね、ちょっと難しいんですよね。何から話していくかっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ結局話しきればいいんですけど、まあ、ちょっとカード関係の話かな、次は。 にえー、するかかもしくはねあととスキル構成とか、まあ、何のスキルが結局カード的には強いのかとかまあそういったところの話とかがちょっとできたらいいのかなとは考えているので、まあ、もしね次の動画も上がったらよかったら、えー、参考に見ていただけたらなと思いますということで、えー、今日はですね GP と BP とイベントについてお話をしました、まあ、どうやってやっていくかというサイクルはね見ていただいた方は分かったと思うので まあ、ぜひよかったらね、ええー、まあ、今のイベントからもそうですし、次回のイベントからも、まあ、実際にどこまでやるべきなのかとかは、結構その、さっきも言った通り、まあ、その更新のチェック動画で言ってたりとかね、うん、そういう話は結構してるので、よかったらそういう動画とかね、併用して見ていただければ、まあ、詳しく分かっていくんじゃないかなと思いますので、そちらの方の動画もぜひね、あの、通常の動画もよろしくお願いします。では、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ごこ聴で失礼します。バイバイ。